今度は八尾の石像。いちいちめんどくせえ。で、まず何すんの？美獣モードで美獣化しろ。美獣化すんのはちょっと怖いんだけど。今のお前なら大丈夫だ、バカ野郎。面白い。コンコン。キュービと本当に仲良くなったわけじゃないからな。美獣化は残破。疲れたってばよ。結構キュービチャクラ使ったのに。おい、ナルト。俺は八尾だ。B じゃねえ。これから言うことをよく聞け。まずは美獣チャクラモードになった時のリスクだ。リスク？大事なことだから黙って聞くんだぞ。基本美獣チャクラモードを使ってる間、お前自身のナルトチャクラが、もちろんナルトチャクラを取られ続け、ゼロになればちゃんとあの世行きだ。俺と B も昔はそうだった。チャクラを取り合ってたもんだ。調子こいて戦闘中キュービチャクラばっか使うといつの間にか死ぬから。それとキュービから素出しで取ったキュービチャクラも限りがある。まあよ、美獣玉は諦めろ。ちょうどゲロを吐く感覚に似てる。この感じが。仕方ねえ、残念だ。なるほど、こんな感じかな。よし、螺旋丸。その術、美獣玉とそっくりだぞ。螺旋丸、この美獣玉とそっくりのやり方共通。まるでお前に美獣玉を託すためかのごとく強運。でもなんかただの螺旋丸みてえにうまくいかねえ。そう、2対8にすると玉になる。やってみろ。簡単そうで難しい案外。急にプラスとかマイナスとか、んな細けえこと気にしてらんねえ。俺ってば体で覚えるタイプだからよ。人間では無理があるな、ジュロート。少し休め。タコのおっさんが2対8になるよう見てて。俺がお前に言ったことは次回。この女はオロチマル様の獣院に適合し、生きたままオロチマル様のチャクラを吸い取り回収する必要がある。僕自身の力を向上させるためには絶対だ。より戦力を増すことが君への貢献度を増すことになるだろう。違うかい？どうしろと。江戸転生の術、その術の全てをここで説明してもらおう。もちろん止め方もだ。ここでリンネガンを相手にするのはまずいな。僕にもまだ切り札がある。捕らえた時からずっとシャリンガンによる幻術をかけている。今俺が殺したこいつをこっちのやつを使って江戸転生しろ。死者の魂をあの世である浄土からこの世江戸に口寄せをする。定量の肉体が必要だ。個人情報物質である体の一部がね。つまり初代から四代目まで江戸転生はできないという。それってつまり死体探しだからね。これが術式か。こうやって生きた人間を死んだ者の魂の器にする。この術は忍び世界において最大最強の術と言っていいよ。この札で人格を抑え、まだ彼らの個人情報物質がそれなりに残る。図に乗るな。江戸転生の術にリスクはない。いや、一つだけあったかな。僕はいずれ内葉マダラよりも有名な忍びになる。図に乗るなと言っている。物事には全てに反動がある。待て、まだ江戸転生の術の止め方を聞いていないぞ。この術は十社を殺したとしても止まることがない。ならどうするか。あとは江戸転生たちの魂を封印するとかかな。と話はここまで。ちゃんと止め方は話した。あいつに白舌の奉仕はつけてあるな。わかった。大軍が地下を通ってきてる。感知位置をもっと下へ広げるぞ。ドトンで掘り起こせ。すぐに木槌に連絡じゃぜ。よし。
情報だ。江戸天聖、二代目火影扉間の時より洗練されておる。ドトン、ハイド昇屈。さっきからうまくいってない。気になってることがあって。なんだ。さっきさ、気のせいだな。ここはチャクラを中からも外からも遮断。このまま嘘は突き通せんぞ。どうするB。何が。どこ。トイレ。外出て左の入り口に入れ。慌てんな、本部へ連絡だ。何、キュウリが外へ行こうとしてるだと。綱手様、ご命令を。うん、ナルト、悪いがここを通すわけにはいかない。イルカ先生、今ちょうど未確認生物が出て、そいつを確認しなきゃならない。外に出すのはまずい。絶対に止めねば。キュービー以外にもどうやらそんなのがここにいたみたいでな。この奥に隠れていてほしいんだ。ヤマト隊長が帰ってこねえの。B さんはこの島の猛獣たちの頂点にいて、その動物が暴れんなら俺が抑える。ナルトを外に出すな。うっ、戦争だ。マダラが仕掛けてきた。仲間のみんなが戦って苦しんでんのに、なんで俺に黙って隠す必要があるんだ。お前を守ることがこれからの未来とみんなを守ることになる。ここは我慢の時だ。戦いとは双方に死と傷と痛みを、それが戦争だ。ナルト、お前だったな。本当、この戦争は全部俺一人でケリをつける。話を聞いてなかったのか。お前の中にはキュービがいる。俺を信じてくれねえんだ。ダダをこねるな。俺にとってお前はな、弟のようにも思ってる。俺ってばもう昔と違う、強くなった。ダメだ。こんな結界じゃ。キュービチャクラが強すぎる。機械中では無理か。なんでだよ、イルカ先生。これって、この手紙を見ているということは、俺はお前を止められなかったことになる。シモのためにこの手紙を前もって用意しといたんだ。どうしても伝えておきたい言葉がある。絶対に生きて帰ってこい。俺は弱い。兄貴面してもキラーBさんですね。あなたにお願いがある。ナルトを守ってやってください。見向けろ、簡単。そうですか。あんただったか。ええ、この男が止められなかったんだ。誰が止めても無理。あいつの心理。ナルトの中に。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。まだ修行の途中だ、バカ野郎。この野郎、雷影から後でアイアンクローだぞ。どういうことだ、綱で。キュービを止められておらんではないか。来ました、ナルトです。特別多重結界を組み上げたのだ。絶対に通すな。で、破るぞ。了解。
B のおっちゃん。ナルトは俺の美獣玉を押し込め、この野郎。お次々行くぜ、この野郎。回路再生が間に合いません。このままでは足止め失敗ですよね。